IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、柿原雅人、成瀬正幸入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオンチーム、エルサムライ井上渉入場。星に巻かれるベルトとともに、今タクの魂を一つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ブロックします。レフトハンドのラリアット、ストンピングです。返してまいります。起こします。組みに行きます。逆に返します。そのまま膝を決めていきます。ガードします。ストッピングを叩き込んでまいります。足を狙ってまいります。あっと、逆に脇固めで切り返す。切り返します。合体のグランバスター、バットを返します。ドロップキックを放ってまいります。キック攻撃を見舞います。腰を落として逆片指固めの体勢です。あっと、キャッチした。この後にコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。スタンディングを取らせます。あっと、取られた。マッケンロー、起こしてまいります。あっと、後ろに投げてまいります。スイッチしてまいります。張ってまいります。抱えます。フィッシャーマンバスター、落としていった。コーナーに登る。ドップロックからミサイルキック、立たせていく。あっと、エルボー、ガチッと組み合った。あっと、倒していった。スリーパーホールド、岩壁の母の胸に抱かれました。昇天、いけるか。
逆に返した。ストンピングを叩き込み、カバーした。ロープブレイク、小手を打ち込む、エルボーを打ち込む、腕をフックした。あと逆に切り返した。ここは連続で割っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。組み合った、コーナーに振った。あっとカウンター。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちになってますよ。はい。あっと逆に捉えた。バックを取ってエルボーで切り返す。スピアタックル、ローを打ち込む。首根っこを掴んだ。2位を突き上げる。ここでスイッチ。蹴り上げていく。蹴っていった。引っこ抜きか。させません。足を取った。ドラゴンスプレーで倒した。ブロックした。フロントキック、キック、抱えた。デンジャラス直下式、トップロープを奪う。ダイビングヘッドバット。強烈なキック、ローリングスバット。ガチッと組み合った。10分切り返した。10ミニッツ。抜くのか。あっと膝十字で切り返す。ロープに逃れました。フロントキック、決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。キック、合体のフランクバスター。ここでタッチだ。勝負どころですよ。はい。蹴りをぶち込む。合体のフランクバスター。ブレンバスター行くのか。ミッシャーランバスターに持っていった。トップロープを狙う。急降下にいた。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。ここでロープブレイク。ガードした。さあタッチ。抱えた。バーキタラッポ。抱き起こす。あと逆に捉えた。あと円錐切り。引き起こす。あとうまく切り返した。いけるか。ロープに飛ばした。15分経過。ディズニーですね。後頭部痛だか。起こした。
読んでいます。まさに読み切り小説。返した返した、返しました。組み合った、グランドバンジに持っていった。ガードした、放っていくのか。ヘッドバットを落としていった。いけるか、逆に振り返した。なだらしきフランケンシュタイナー、雪山遭難約1名。小股に挟んだ、打たせない、蹴り上げていく。四球ウイングでギブアップを宣言しました。アンダーサーティ無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者、魔界クラブ喧嘩上等、俺がストロングスタイルだ、柴田勝頼入場。マスクを脱いだ魔界の若獅子柴田勝頼が入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオン、新日本プロレス驚異のパワフルモンスター、吉江豊入場。モンスター吉江豊が自慢のボディで入場してまいります。放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですが、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。あっと、逆に脇固めで切り返す。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言いませんね。そうですか。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。返してまいります。
ードします。掴みます。アップエルボー組みに行きます。コーナーに振った。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなりますよね。倒してまいります。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れました。組み合います。フライングメイヤー。さあ粘着質激しい、この3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。逆に腕を取ります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。させません。ロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。蹴ってまいります。冷静に攻めていきたいですね。入れちゃったら負けですよ。はい、ぶっつんしちゃったらダメですよね。馬乗りからナックルを入れていく。ガードを取ります。抜けてまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、さあ監獄固めの体勢であります。ロープにブレイクしました。掴んだ。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。いや、なるほど。ブレンバスター、ギロチンドロップ、組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。タックルでぶちかまします。ギロチンを落とします。膝を殺してまいります。行くのか。お気をつけください。キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。引き起こします。ハンマーが襲ってまいります。キャメルクラッチ、ラクダがダメであります。あっと、逆に捉えた。パンチで返します。リング内に戻ります。掴んだ。カウンターが待っていた。起こします。オクラファースタンピードを叩きつけ、あと逆に切り返した。掴んだ。強烈な反攻撃、ローを打ち込む。至急ウイングで固めていく。いけるか。コーナーに振った。ジャンピングエルボー、ローキック強烈。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。腕を取った。逆に返した。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。組み合った。巻き投げで切り返した。気合を入れた。ギロチンドロップ、強烈。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっと上剣、そのままプレスしていった。全体重を落としていった。担ぐか。バックフリップ。10分経過、10ミニットパー。いけるか。対角線に飛ばした。させません。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。あと逆に投げていった。起こした。
肉体を躍動させる。バックに回った。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。そのまま耐え固め。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。腕を取った。あっと腕を取った。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。引き起こす。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。あっとキャッチした。バック当たって今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。そのまま全体重をつけていった。ロープに逃れました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者マスクドパンサー入場。
赤コーナーよりチャンピオン、ジュニアのカリスマ、金本浩二入場。頂点の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、このネックすごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。ジャンピングしての膝蹴り、強烈ロックアップ、場外に落とします。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。掴んだ、逆に切り返します。起こしてまいります。組みに行きます。投げてまいります。チキンウィングフェイスロックの体勢、リング内に戻ります。リング内に戻ります。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。組み合います。倒してまいります。館内がどよめきます。鋭いキックです。あります。逆に捉えた。ジュニアのスターからカリスマへと変貌を遂げましたこの金本浩二、長期間にわたり IWGP ジュニアのタイトルを保持し、まさに名勝負製造機ともいうべき活躍を見せたこの男が、今宵もその華麗な試合運びで我々を魅了していくのでありましょうか。ボディスラムです。あっと、キャッチした。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。立ってまいります。膝へのキックです。行くのか、逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。チョップであります。ロックアップ、コーナーに振った。フランケンをさせない。こういう攻め方はうまいですね。今なかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。足攻めに転じます。あっとキャッチした。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー、足を殺してまいります。抱えます。外してまいります。掴みます。足を狙ってまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。無人島に漂着してしまった。肩をつけます。ロープブレイク。あと逆にキャプチューだ。に回った。あと逆に返した。そのまま体固め。ロープブレイク、ロープブレイク。抱えた。
ブレッドスターで切り返した。腕をフックした。あと逆に投げていった。あと逆にキャプチュードで捕獲した。あと逆に切り返した。小脇に抱えたバックドロップが綺麗にセンスを広げた。ブレンバスター行くのか。あっとファルコンが、ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。逆に返した。立たせていく。あっとキャッチした。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。エルボーで切り返す。タイガー行くのか。タイガースーペックス。2カウント。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。カウント入る。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。シュミット式で落としていった。ムーンサルトプラス。カウント 2.89。 いけるか。あっと切り返した。抱き起こす。腕をフックした。あっと返した。引き起こす。あっとドロップキック。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。腕を回した。マルコンファローに持っていった。カウント 2.9。 キックものすごい。逆に腕を取った。猛虎原爆型ダメ。青コーナーより世紀末覇王北斗の名のもとにジョシュ・バーネット入場。マイク・バートン入場。ゴールデンレフトがうなりを上げるのか。マイク・バートンが入った。
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。こうなりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっとキャッチした、させません。あっと逆に捉えた、打たせません。行くのか、コーナーに振って。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか、抱えます。サイドスープレックスで叩きつけます。さあ STF に入ります。掴んだ、ハンマーを打ち込んでいきます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、2人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか、掴みます。ハンマーが襲ってまいります。フロントからのキック、掴みます。ハンマーを振りかざします。蹴りを見舞ってまいります。あっとエルボー、腰を落とします。ひとたびリングを離れれば日本文化をこよなく愛する爽やかな青年でありますこのジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。ブレインバスターに取り、垂直に抱え上げるブレインバスター、起こしてまいります。ローキックガードします。ラリアット左腕、ラフサッポーに転じます。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。コーナーに登って、ここは戻ります。フロントに捉えます。パンチで返します。トップロープを奪う、ダイビングしてるショルダー、全体重を乗せたエルボー、腕をフックした、あっ逆にパンチ、ガードした、腰に手を回した、足を取って切り返した、掴んだ、おっとそのまま後ろに投げていく、けさに取った、岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか、あと逆に倒した、エルボードロップ強烈、奥歯を噛みしめた。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。強烈なキック、組み合った、締め上げていった、ハンマーを落としていく、足を狙っていった、引き起こす、バックに回った、あと膝十字で切り返す、ロープブレイク、頭を掴んで、あと逆に蹴っていった、正面から投げを見舞った、強烈逆肩エビ固め、強烈なローだ、エルボー強烈、カウントが入る、ここでロープブレイク、抱えた、あっと返した、わあゾーリタンレフト、カバーした、カウント 2.5、 まだまだです。サイドを取った、打たせない、抜くのか、出た、豪快パワーボム、ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、ガチッと組み合った、おっとそのまま後ろに落としていった、抱き起こす、打点の高いドロップキック、そのまま耐え固め、カウント2.89、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、
腕をフックした。10分経過。インディカの殺虫剤 DDT。 起こした。いけるか。逆に振り返して、膝頭を入れていく。ブロックした。さあ首をかっ切った。小股に挟んだ。青コーナーより邪道下道入場。赤コーナーより重心サンダーライガージェット入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席は山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。対角線に飛ばした。カウンターで返します。ロックアップ、ロープに振った。アップ、エルボー、股間を打ちつけます。行くのか、逆に返します。さあロメロスペシャル釣り天井です。組に行きます。フライングメイヤーで倒します。クラシカルな技を繰り出してまいります。逆水平スイッチしてまいります。組み合います。逆に倒します。サンセットフリップ、行くのか、逆に振り返して、あっとフランケンシュタイナーだ。跳ね上げてまいります。
に行きます。荒っぽいファイトを展開してまいります。蹴りをぶち込みます。フロントからのキック、組み合います。ロープに振って掴みます。ストマックを狙ってまいります。ロックアップ、ボディスラム、腰を落とします。させません。リング内に戻ります。ナックルであります。引き起こします。キックを打ってまいります。抱えます。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。ここでタッチです。蹴りを見舞ってまいります。ガードします。ストンピング、蹴りつけてまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。あっと、キャッチした。テイクダウン。このポーズです。スタンディングを取らせます。乾いた音が館内に響きます。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。逆水平を打っていきます。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。あっと、浴びせ蹴りだ。チョップであります。ロックアップ、返してまいります。粘着質よろしく。首をのじ固めに入ります。組み合います。場外に落とします。気合を入れてまいります。リング下に降ります。組みに行きます。お気をつけください。10分でしょ。グレンマスターに取ります。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。相手を挑発してまいります。行くのか。あと返します。エルボーでブロック、ドロップキックを放ってまいります。あとキャッチした。あと逆に足を取った。あと逆に捉えた。足を取って切り返した。切り返します。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープブレイクです。組み合います。返してまいります。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。
ローを打ってまいります。ラフ殺法に転じます。鎌固めの体勢に入ります。行くのか、あとリバースで返してまいります。ここでタッチです。掴んだ、キックで返します。ここでタッチです。ストンピングです。ロックアップ、あと返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。小手の字固め、プロレス技のイロハを繰り出す。ガードした、ドロップキック、膝、腕を回した、ブレインバスター、正直に貸し切り、15ミリファー、立たせていく、あと逆に丸めていった、ロープに逃れた、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、ランニングしたのライガーボール、ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、首根っこを掴んだ、弓を引くナックルアロー、ブロックした、あっと顔面にヒットした、膝にピンポイント集中砲火、ストンピングを叩き込む、頭を掴んでさせません、キャメルクラッチの体勢だ、岩壁の母の胸に抱かれました。抜くのか、キック、これはもう精神力で打ってますね。そうですね、コーナーに振った、タックルぶちかわし、首根っこを掴んだ、あと逆にキック、いけるか、あっと返した、カバーした、ここでロープブレイク、場外に移行した、掴んだ、あと逆にキック、抱えた、ブレンバスターで切り返した、リングに戻ります。腕をフックした、あと逆に切り返した、2カウント、まだ足りません、20分強烈タックル、20ミニッパー、おっと急所を打ち据える、エルボードロップ強烈、組み合った、ロープに振った、ドロップキック強烈、さあタッチ、ブレンバスター行くのか、バックに回った、バックを取って外した、突き上げる想定、フィニッシュに行くのか、これで決まったか、返してまいります。ちょっと危ない状況ですよ、意識朦朧か、小手決まった、決めに行くのか、
サンセットフリップ、ガチッと組み合った。破壊石がぐさりと突き刺さった。あっと返していった。ラリアット、強烈に決めていった。組み合った。あっと逆に返した。さあ決まるか。3つは入りません。起こした。させません。ここでスイッチ。張った。終わりだ。打ち込んでいく。すごい顔で打つ。すごい音がした。ここでタッチだ。このポーズ。抱き起こす。後ろ回し蹴り気味のフライミニーキック。25分経過。2位を落としていく。タイムミニパー。掴んで、うわっと逆に蹴っていった。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。ストンピング、フィニッシュになるか。カウント 2.5。 まだまだです。ロープに振って、ラリアット、どうか。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。チョップ強烈、引き起こす。丸めていく。トゥーカウント。フロントキック掴んだ。ハンマー気味のパンチ、蹴り上げていく。引っこ抜くか。投げっぱなし、パワーボム。ブレンバサー行くのか。
そのまま体が固め、カウントツー返しました。ガチッと組み合った、逆に返した、立たせていく、逆さを押さえ込み、ロープに逃れました。バックに回った、あと逆さを押さえ込み、ロープブレイク、組み合った、対角線に飛ばした、青コーナーよりクレイジードッグス、ヒロ斉藤、後藤達俊入場。村上和成、永井光也入場。さあ、1たす1が3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。カバーに入ります。跳ね上げてまいります。あっとパンチであります。膝へのキックです。腕を取ります。腕攻めに転じます。組みに行きます。あっと投げてまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、顔面に突き刺さります。腕を捉えます。逆に返します。ガードします。エビに固めます。肩が上がります。スイッチしてまいります。行くのか、ロープに飛ばした、
そのまま後ろに投げてまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。逆に捉えた。足を殺してまいります。ニードロップ、蹴ってまいります。あっとエルボー、掴みます。キックで返します。組み合います。ボディスラムです。ここでタッチです。ここでタッチです。腕を取ります。エルボー、あっとキャッチした。テイクダウンを奪います。ストンピングです。グーパンチです。ブロックします。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。パンチで返します。ローを打ってまいります。逆に投げてまいります。セット、背面落としです。顔面を捉えます。ナックルを打ち込んでまいります。グーを打ち込みます。スイッチしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、投げてまいります。リング上はストレッチプラムの体勢。掴みます。蹴りをぶち込みます。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻めだと思いますよ。なるほど、組みに行きます。ロープに振った。ニーアタック、起こしてまいります。あっと逆に捉えた。足を狙ってまいります。抱えます。あとリバースで返してまいります。ロックアップ、コーナーに振った。ランニングしたらエルボー。10分経過。腕をフックします。打たせません。行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。バックを取ります。そのまま絞り上げます。抱えます。 DDT でマットに突き刺します。鉄拳を見舞います。組み合います。巻き投げで切り返します。ロックアップ、お気をつけください。リング内に戻ります。ここでタッチです。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。
てまいります。ラフ殺法に転じます。あっとキャッチした。させません。行くのか。対角線に飛ばした。あっと逆さ釣りにしてまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうの想像以上に効いてますよ。え、あっとキャッチした。レッグロックに乗っていった。ロープブレイクです。掴みます。キックを打ってまいります。このポーズです。あっと逆に捉えた。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。ロープブレイク、肘を打ち込んでまいります。腰を落とします。脳天を打ち捨てます。パイルドライバー。15分経過。スイッチしてまいります。組みに行きます。パンチで返します。リング下に降ります。ドロップキックであります。おっと、チョーク攻撃であります。組み合います。お気をつけください。フロントキック、キック、あっと逆に切り返した。あっと逆に捉えた。あっと逆にパンチ。さあタッチ。ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。膝を突き上げていった。引き起こす。腕をフックした。バット逆に返した。ガードした。バックに回った。足をフックしてスイーパー。ロープブレイク。抱えた。ニーリフト強烈。組み合った。コーナーリフター。ストッピング。チョークで締めていった。テキサスクロス。
バックに突き刺さった。先頭強烈ギロチンドロップ強烈組み合った逆に返した全体重を落としていった。に降りるガジェット組み合った正面から投げを今った腕をフックした打たせない蹴っていった足を抱えたあと耐えた掴んだちょっと危ない状況ですよ。意識もうろうかリングに戻ります。ここでスイッチ見栄を切ったリングに戻ります。ここでタッチだ。預ける危ないカウントリーテイク
ですよ。ロープリフター、さあどちらがクライマックスの主役になるのか。まさに感動シンドロームであります。バックを取ってジャーマー、綺麗な人間鏡。ロープに逃れた。ガジェット組み合わせ、あと逆に倒した。捕獲した、起こした、引っこ抜きか、打たせない、フィニッシュに行くのか。小脇に抱えた天下の宝刀、バックドロップ。抜くのか、ワイルドライバーがぐさりと突き刺さった。抱き起こす。出た、人生バックドロップ。ロープブレイク、ロープブレイク。首根っこを掴んだ。強烈だ、胃袋破りの膝蹴りだ。このパーズ、そのままパンチを払っていく。息整えたいですね。で、動きを止めに行った。ここは捉えていく。馬乗りからナックルを入れていく。あ、完全に決められませんね。はい、ガードポジションに移行した。IWGP ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者アンダーサーティに未来を託せ、棚橋博史入場。赤コーナーよりチャンピオン
昭和の怪物、風雲のぼり竜、天竜源一郎、入場。そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。あります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。腕を取ります。アームロックの体勢。腕をフックします。エルボー、あっとエルボー、肘を打ち込んでまいります。投げてまいります。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオフペースといったところですね。エルボーを入れていきます。足を取ります。レッグロックに持っていった。ロックアップ、場外に落とします。リング下に降ります。さあ、明日の新日本プロレスを背負う将来のエース候補でありますこの棚橋博、自ら提唱したアンダーサーティーリーグ戦を制し、日本の若手の頂点に立ったこの男が新日本、いやマット界の頂点を目指して今宵もがむしゃらに戦ってまいります。ブロックします。汗がミストとなって飛び散ります。リング内に戻ります。掴みます。いやらしいステップキック、組みに行きます。ロープに振った。バランの高いエルボー、フライングフォーアーム、このあたり入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。巻き投げで切り返します。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。抱えます。バットバッテリーランニングしたらエルボー、老快なテクニックを駆使してまいります。抱えます。リバースで返します。打ち込んでまいります。腕を捉えます。逆に返します。掴んだ、円錐蹴り、組み合います。コーナーに振った、ラリアット、ストンピングを叩き込んでまいります。起こします。組みに行きます。逆に倒します。スタンディングを取らせます。エルボーで返します。高周波数の音が館内に響きます。ブレンバスターに取ります。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。エルボーで返す。
ガチッと組み合った。あっと倒していった。チョップ首筋見栄を切った。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。組み合った。強烈に締め上げる。ハンガーを落としていく。このポーズ引き起こすラリアット左腕。抑え込んで、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。奥歯を噛みしめた。反撃するならここですね。こっから突破口を見つけたいですね。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。いけるか。締め上げていった。組み合った。逆にロープに振った。あっとエルボー。いけるか。倒していった。カイナ力で締め上げる WAR スペシャル。抜くのか。勝ってしまった。パワーボール。危ない。カウントリーテイク。ガードした。ストンピングを叩き込む。張り手引っこ抜きか。パワーボール投げっぱなし。小股に挟んだ。青コーナーより最強外国人はこの俺だ。スコット・ノートン入場。上流であります。この男スコット・ノートンが入ってまいりました。コーナーより飯塚たかし入場。魔性のスリーパーが火を吹くのか。さあ飯塚たかしが入場であります。打ち鳴らせ今ゴングだ。実況席には山崎さんをお呼びしています。
さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをしっしと感じますからね。足を抱えます、スリーパーで締め上げます。行くのか。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。足を取ります、アキレス腱がために入ります。組みに行きます、投げてまいります、ラフ殺法に転じます、抱えます、エルボー組み合います。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。そうなんですか。ロックアップ、対角線に飛ばした、ストーピング、蹴りつけてまいります。試合中の負傷により1年4ヶ月にも及ぶ長期欠場という地獄を味わいました飯塚。しかしながらその長期欠場を経ても、この男の最大の武器である魔性のスリーパーの切れ味にはいささかの衰えもございません。さあ今夜も魔性のスリーパーは火を吹くのか、注目であります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、掴みます、ハンマーを振りかざします、組みに行きます、巻き投げで切り返します、行くのか、返してまいります、そのまま絞り上げます、ロープブレイクです。ハンマーを打ち込んでいきます、あっと逆に足を取った、ロックアップ、コーナーに振った、ラリアット、抱えます、エルボーでブロック、ガードします、フロントからのキック、耐えます、エルボーを入れていきます、行くのか、逆に振り返した、足を取ります、バックを取ります、肘を打ち込んでまいります、組み合います、逆に返します、このあたりどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。腕を回します、バット返します、腕をフックします、強烈に打ち込みます、ロックアップ、豪快であります、ネックハンギングツリー、組み合います、倒してまいります、絞り上げてまいります、組みに行きます、切り返します、脇固めに移行してまいります、足を抱えます、足攻めに転じます、行くのか、逆に倒します、ストンピングを叩き込んでまいります、キックを打っていきます、行くのか、10分経過、逆に投げてまいります、10分経過、
逆に返します。組みに行きます。ロープに飛ばした。バックフリップに取ります。肩をつけます。オールを返します。立ってまいります。走り込んだのエルボー。ボールに入ります。カウントは2つ。組み合います。ロープに振った。あっと逆に切り返した。カウント2で返します。行くのか。エルボーで返します。ロックアップ、切り返します。あっと返します。ハンガーを落としていく。全体重を乗せたエルボー。立たせていく。ガチッと組み合った。力技で締め上げていった。ここでロープブレイク。足を取って切り返した。ロープブレイク。裏投げに捉えた。エルボーを入れていく。組み合った。ロープに飛ばした。そのまま倒していった。起こした。バックに回った。スリーパーチョークに入った。いけるか。あっと逆に投げていった。エルボードロップ強烈。組み合った。フロントから叩きつけた。カバーした。ロープに逃れました。キック、エルボーを打ち込む。ガードした。腰に手を回した。エルボーで切り返す。首をかっ切るのか。ガチッと組み合った。力技で締め上げていった。岸壁の母の胸に抱かれました。いけるか。あっと切り返した。15分経過。打ち込んでいく。15メーター。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。あっと逆に捉えた。あっと逆にパンチ。エクスプロイダーの体勢。エルボーで返す。組み合った。逆に振り返して倒していった。チョークスリーパー。落とすのか。いけるか。逆に返した。エルボー強烈。エルボードロップ強烈。強烈に入りましたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。抜くのか。膝十字で切り返す。ここでロープブレイク。エルボー強烈。足を殺していった。バックを取って長田ロック中。もぎ取れるような首筋。フロントキック、蹴り上げていく。ガチッと組み合った。投げていった。引き起こす。一気に行くのか。バックに回った。チョークで締め上げる。精神力の勝負ですよ。ラリアット至近距離。これで決まったか。戦わなくてはいけない。まさに戦いの赤い糸で結ばれている平成名勝負。これぞベストバウトだ。あっと後ろに落としていった。ハイアングルのパワーバウン。あっとここで試合を止めた。
青コーナーよりハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。赤コーナーより新日本の未来を背負え、中村俊輔入場。さあ、新日本期待の格闘超新星中村俊輔が戦いのリングに入ってまいります。今ゴングだ。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。あっとエルボー、足を取ります。足に照準を絞るのでありましょうか。あっとキャッチした。ローを打ってまいります。あっとそのまま倒します。マウントを取ります。逆に上になります。抜けてまいります。行くのか。バックに回ります。膝を殺してまいります。ローを打ち込みます。ロックアップ、フライングメイヤー、スリーパーで締め上げます。ロープブレイク、組み合います。ファイヤーマンズキャリー、腕ひしぎに取ります。ロープにブレイクしました。腕をフックします。外してまいります。打ち込んでまいります。立ってまいります。打たせません。ランニングしたらエルボー。さあ粘着質激しいこのサンミッション、いかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。グラウンドに持っていきます。乾いた音が館内に響きます。張ります。乾いた音が館内に響きます。下半身のバランスがいいですね。腰が安定してますよ。テイクダウン完璧ですもんね。体重移動うまいですね。下から返してまいります。ブロックした方がいいですね。そうですね、ストマックに突き刺さります。させません。ストマックを狙ってまいります。上を取ります。外してまいります。組みに行きます。そのままグラウンドに持っていきます。抱えます。抜けてまいります。行くのか。バックを取ります。スリーパーに捉えます。張ります。キック攻撃を見舞います。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーホールドに入ります。ロックアップ、倒してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕しぎに取ります。ロープブレイクです。組み合います。
逆に倒します。逆に返します。あと逆に捉えた。焦点を打ち込む。アキレス腱固めに移行します。ロープに逃れました。この後の攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。あとリバースで返してまいります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど。徐々に毒が回っていくわけですね。強烈に打ち込みます。いくのか。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイント外れてますね。打ち込んでまいります。フロントにスロイダー気味に投げてまいります。逆に切り返します。ロックアップ返してまいります。組み合います。バックに回ります。外した。組み合った。ロープに振って、あっとドロップキック。足を抱えた。打たせない。きちん進化。一気に決めていった。あっとスピア。起こした。させません。掴んだ。強烈キック攻撃。気合い入れた。天民ファン肉体を躍動させる。腕を取って切り返した。腕をフックした。あっと耐えた。逆にバックに回った。これは受け身取れないですよ。デインジャース直下式チョークで締め上げる。抜くのか。スクリュー系のパルドライバー。抱えた。あっと膝十字で切り返す。ここでロープブレイク。いけるか。バックを取って、あっと首から落とした。強烈締めた。あっと押し付けパイルドライバー。エルボー。ここが攻め時ですね。相手にダメージがありますから、ここで一気に行きたいですね。ガチッと組み合った。ロープブレイク。いけるか。バックに回った。マンチューガッチリと決まったぞ。ロープに逃れました。裏返なら固める。トゥーカウント。組み合った。フロントから叩きつけた。逆に返した。これで決まったか。
もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。エルボーで返す。ドロップキックが突き刺さる。IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、永田裕二、中西学、入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオンチーム、長野正弘、天山博義、入場。
ともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。スリーパーで締め上げます。ロックアップ、ロープに飛ばした、相手を挑発してまいります。意地を打ち込んでまいります。切り返します。返してまいります。小脇に抱えます。エルボーで返します。バックに回ります。エルボーでブロック、顔面に突き刺さります。ラフ殺法に転じます。あと逆に捉えた、足攻めに転じます。股間を打ちつけます。掴みます。エルボーでブロック。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、逆に投げてまいります。組み合います。逆に倒します。あっとキャッチした、足を殺してまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね、ロープに振った、後ろに投げてまいります。ストンピングです。ここでタッチです。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。頭突きを打ち込みます。行くのか、ロープに振って、この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。させません、組みに行きます。逆に返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。パンチで返します。エルボーを入れていきます。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、逆に振り返してショルダータックルで倒します。フライングしてのラリアット攻撃、コーナーに登る、ここは戻ります。
リングを取らせます。キックで返します。行くのか。ストバックに突き刺さります。ハイキック。嬉しいに取ります。ローを打って投げます。ロックアップ、逆に投げてまいります。起こしてまいります。キックで顔面を捉える。立たせていく。バックに回った。これ危ないですよ。脳天粉砕か。10分経過。10ミニッパー。腕を取った。
巻き投げで切り返した。バックを取って強烈ヘッドバット、引っ込むか、あと逆に返した。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされてきついですよね。スタミナをロスするわけですね。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ、引き起こす、あっと返していった。ストンピングを叩き込む、あっとキャッチした。バックに回った、エルボーで切り返す。モンゴリアンチョップ強烈、頭突きを打ち込む。ここでタッチだ。
て返した。起こした。小脇に抱えた。リバースで切り返した。カウントは2つ。組み合った。場外に落とした。場外に降りる。バックを取って、あっと金的か。ちょっと気味に入りましたよ。グロッキー状況か。STF ステップオーバーフォーホールド、ミスペースラッカー。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。ハンマーを落としていくか。ねじ切らんばかりの長田ロックスリー。リングに戻ります。さあ立ち。顔面にヒットした。小股に挟んだ。ドリバーホールパイルドライバー。ここでロープブレイク。組み合った。逆に振り返した。ラリアット。キャメルクラッチの体勢だ。ロープブレイク。いけるか。巻き投げで切り返した。アイアンクローで強引に落とした。担ぐか。させません。すごい音がした。掴んだ。容赦のないヘッドバット攻撃。引き起こす。エルボー強烈。ガジェット組み合った。ラフに転じる。強烈なだれ式で落としていった。湧いてこい、俺の力。組み合った。コーナーに振って、逆に捉えた。バックを取って、かわず落とし。さあいった。 STF ロープに逃れました。あっと急所攻撃カバーした。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。いけるか。あっ、逆にパンチ。あっと、キャッチした。後頭